この時間をして皆様の前に出てくるのが初めてなんです。なかなか赤ちゃんパンダたちの相手をするのは辛くなってきました。最近では木登りを練習し始めたんですが、あっという間にコツをつかみまして、少々危なっかしいところはありながらもちゃんと登ることができております。計4頭のジャイアントパンダがご覧いただけます。いつになるかはまだ未定なんですけれども、今後はそうした可愛らしい姿もお見せできればと思っております。また今この時間赤ちゃんだけの公開になっております。お母さんとは別々の公開ですが、親子で一緒に過ごしているところもぜひご覧いただきたいと考えておりまして、そちらも練習を行っております。